敵がジャンプポイントを閉鎖できるなんて聞いてないわ。君の誤解だ。奴らは閉鎖したわけじゃない。私の目の前で突然スクリーンから消えたのに。消えてはいない。奴らジャンプポイントを隠しただけだと艦長も言ってる。ネビラ星系の特質上十分に考えられる。事実ならなぜアリエル星系が輸送航路として使われていたかも説明がつく。アリエル星系はあなたの庭のようなものでしょ。なのにそこで何が起こるかもわからなかったっていうの。話にならん。裏切り者。取りなした方がいいな、コブラのやつ。注意、いい加減にしないか。彼は忠実な味方だ。侮辱することは許さん。分かったな。ブレア大佐、至急ブリッジへ来てください。ブレア大佐、至急ブリッジへ来てください。どうしたんだ。通信が完全に麻痺してます。原因は想像がつくけど。頼むぞ、お手上げだなんて言わんでくれ。これはある種のビデオウイルスですよ。もっと言うなら寄生虫だ。ちょっとやそっとじゃ治せません。お前たち地球人の聖書には予言が記されている。人類は恐怖のうちに終焉を迎えると。そして今それが現実となるのだ。脳みそをえぐり出し、その舌を引っこ抜いてくれるわ。あいつらに捕まったらそれだけじゃ済まないわ。他の星に対する格好の見せしめとなるだろう。我々に歯向かった哀れな猿の集団としてな。その猿にあんたら手を焼いてるんじゃないのかよ、セニョール。嫌というほどの攻め子を味合わせてやる。覚悟せん。お前たちが頼みとするタイガーハートとて所詮我々の敵ではない。ブレ、貴様など一瞬にしてズタズタに引き裂いてくれるわ。よい、これまで数え切れんほどの同胞たちが貴様の手にかかって殺されていった。その恨みを私が自ら晴らしてくれる。まあそれまで哀れなサルどもと一緒に運命の日を楽しみに待っておるがよいわ。マローン空中にブリッジへ来てください。スラカスと知り合いだったんですか。ああ、何度か渡り合ったことがある。君をあだ名で呼んでいたようだな。初耳ですよ、艦長。大地、ありがとう迷惑だ。だけど敵はおじけづいてますね。ひょっとしたらアリエルに急死をかけたのが効いたのかもしれんな。おい、ホブス。ギルラーにとっての戦争とは常に決まって心理的なものだ。つまり武力と同時に精神力の戦いでもある。俺に言わせりゃ愚の骨頂だね。戦争とは言うなれば優越感の駆け引きだ。ひょっとしたら我々の方が優れた精神構造を持っとるのかもしれん。笑わせないでよ。化け猫の群れに精神構造も何もあったもんじゃないでしょ。艦長、キルラー軍がこっちへ向かってきます。さっきのジャンプポイントを抜けたんでしょう。どうやら強気で攻めてくる構えですよ。作戦室へ来てくれ。はい。俺たちって何なんだよ。あっちの星雲からこっちの星雲へと渡り歩いて、まるで銀河系星雲旅行ツアーみたいだ。まあそのおかげでいいこともあるさ。例えば？からかってやるか。敵だって状況は一緒さ。からかってやるか。あちこちに避難所を見つけておけるだろ。面白い。Thank you.
奴らにはジャンプポイントが閉じられます。次は何だ。気づいたら挟み撃ちに遭うなんてのも時間の問題ですよ。閉じられるかどうかは分かっていない。見えなくすることができるだけだ。考えると俺が今ここにいるのは賭けに負けたからだ。少しは身に染みたようだな。ああ大佐、まさかとは思うが、スラカスが脅しをかけてきた件で自分を追い詰めたりはしてないだろうな。大丈夫です。よし、司令部じゃキルラーはアリエル星系にガス炎を使ってジャンプポイントを隠してしまう特殊な仕掛けを持ってると踏んでる。だが奴らがこの仕掛けを持ってるのはアリエルだけだろう。どう考えてもキルラーの輸送船が不自然に集まりすぎている。それは都合がいい。どうせ行くならまとめて叩きたいですから。うん、あ、王子さんの通信はこっちのケツを必死に追っかけてるって証拠だ。そうなら我々はガスの中に入ったら一度護衛と分かれるから、君らはこの駆逐艦2隻を守ってくれ。ナビゲーションが新しいジャンプポイントを見つけた。我々は敵艦を叩いた後にそこを利用して撤退する。全力を尽くしてくれ。さあ、よし。ホブス、ウィングマンを頼んだぞ。以上だ。健闘を祈る。敵を発見した。散開して攻撃しろ。戦闘開始だ。この哀れな探索の末裔に攻撃目標を撃破。Thank you.
攻撃任務完了。TCS ビクトリー着艦許可を。これでスラカスも少しは懲りたんじゃないですか。着艦を許可します。さすが貫禄ですね。ありがとう。